劉雲山は、中華人民共和国の政治家。第18期中国共産党、中央政治局常務委員、中国共産党中央初期どころ、常務初期、中国共産党中央精神、文明建設指導委員会主任、中国共産党中央党校校長。1964年8月から1968年2月に、かけて内モンゴル自区州。 ネイシュハン学校で学び、卒業後、内モンゴル自区度、目徳左期は中学校教師として就職。1968年8月より内モンゴル自区度、目徳右期、総占い二校舎で、労働鍛錬。1969年2月に、中国共産党内モンゴル自区度、目徳、右旗委員会宣伝部幹事に任命され、1975年10月まで、勤める。 この間の1971年4月、中国共産党に正式に入党。1975年10月から進化通信社に移り、内モンゴル文社農牧組記者、副組長、文社党蘇生委員を務める。進化社金無事の1981年3月から8月にかけて中央投稿で学ぶ。1982年7月、 中国共産主義青年団内モンゴル自治区委員会副書記、東組副書記となる。1984年2月、内モンゴル自治区党委員会宣伝部副部長に就任。1985年9月、第12期党中央候補委員に補選される。1986年1月、内モンゴル自治区党委常務委員宣伝部長に昇格。翌年1月、 自治区党委常務委員、秘書長となり、自治区直属機関工作委員会初期を兼任する。1987年10月の第13回党大会開催により、党中央候補委員を退く。内モンゴール自治区党委員会在職中の1989年8月から1992年6月、中央党校、通信教育学院統制管理専攻で学んだ。 1991年10月、内モンゴル自治区党委常務委員権、レッドパイク市党委書記に就任。翌年、自治区党委副書記に昇格。1992年10月、第14回党大会で、党中央候補委員に選出される。1993年4月、党中央宣伝部に移り、副部長に任命される。1997年9月、 第15回党大会で、党中央委員に昇進。翌月、党中央宣伝部常務副部長となり、党中央精神、文明建設指導委員会弁公室主任を、兼任する。2002年10月24日、低官婚の引退に伴い、党中央宣伝部長に昇格。同年11月の第16回党大会で、党中央委員に再選された竜は、 11月15日の第16期党中央委員会第1回全体会議で党中央政治局委員、中央初期どころ初期に選出される。また、党中央宣伝部長、中央宣伝思想工作領土省祖父組長、党中央精神、文明建設指導委員会弁公室主任を、兼任し、古近闘体制における中国共産党の宣伝及び、 思想部門のナンバー2となった。竜は共制団出身であり、古近東派の一員に属するが、高拓民体制下で中央政界に抜擢された経緯もあり、古近東派と対立する高拓民派とも関係が良い、中間派の立ち位置にある。2007年10月22日の第17期一中全会で、党中央政治局委員、中央初期どころ初期に再選。劉は、 党中央宣伝部長在任中、急速に普及するインターネットの規制、管理を統括し、宣伝部門の権限を拡大した。また、自由や民主など、西側諸国の価値観に対抗するため、中国独自の文化を世界に広める、ソフトパワー戦略を推進するなど文化産業にも、権限を広めた。国金島の訪米に合わせて、ニューヨークの繁華街、タイムズスクエアで、 中国政府の宣伝を放映するなど、イメージアップ戦略も手掛けた。一方、竜は外国の活動家からトップの指示に従うだけで自己主張を持たないと批判されることもあった。2012年11月15日の第18期地中全会で習近平指導部が発足し、竜は党中央政治局常務委員に選出され、党中央正気どころ、 常務書記に任命された。十一月二十一日、党中央宣伝部長を退任。二千十三年一月十五日、中央投校校長として二千十二年秋期、学期卒業式に出席し、習近平から校長職を継承したことが確認された。同月十八日、第十八期党中央精神、文明建設指導委員会の第一回全体会議を主催し、 同委員会の主任に就任したことも確認された。2015年10月10日に、平壌で行われた朝鮮堂々党創建70周年記念式典では、朝鮮堂々党第一初期金正恩と肩を並べて歓談しながら、パレードを見物し、終盤では監修に向かって手を取り合うなど、金正恩から、父をでもって結ばれた、友好、金日成主席同士と、 金正日総書記同士が残した最大の外交遺産と表現された中朝同盟を演出しミサイル発射を中止させた。改築された中国人民志願軍列士陵園や祖国解放戦争勝利記念館の中国軍展示ホールも視察した。しかし2016年1月に北朝鮮は水爆実験とする核実験を実施して中朝関係は冷え込み、 直後に制作された朝鮮中央テレビの記録映画では2015年の労働党、創建70周年の記念行事の模様が含まれていたものの竜の映像は加工され削除されていた。常務書記は中央書記どころの主催者である党、中央委員会総書記に代わり、初期どころの業務を統括し、総書記の業務を補佐、代行する。坪田としたか。 中国共産党中央の権力構造の分析、110ページ。山本伊佐夫、大使党、共生団、上海抜不安定なトロイカ体制収総書記、自前の人脈形成が、課題、産経新聞2012年11月15日付記事。ABCD、ネット規制で、権限拡大イコール、流雲残党宣伝部長、中国新指導部時事通信。 2012年11月15日付配信記事。中国共産党第18期中央委員会第1回全体会議コミュニケ人民も日本語版。2012年11月15日付配信記事。中国共産党の宣伝部長に劉備法氏、メディア統制は変わらない見込みロイター。2012年11月21日付配信記事。 さん出席中央投稿2012年周期、楽器天礼並び学人民網、2013年1月15日付記事。さん週持ち飯中央文明維、第一次全体会、進化も、2013年1月18日付配信記事。粒子と手を取り修復アピールイコール力込め、人民連呼金第一初期、時事通信社。 http コロンスラッシュスラッシュ www.jiji.com スラッシュ jc スラッシュ zc k イコール20万1510二兆151億100万300に2015年10月12日閲覧。金正恩第一初期中国ナンバー5と会談中長関係は血潮でもって結ばれた友好の伝統。 Www. J c a s t http コロンスラッシュスラッシュ w w w j c a s t c o m スラッシュ二零一号スラッシュ一零スラッシュ一零二四七七五四。html 二零一五年十月十二日閲覧。北、各個人封印。七十年行事で、対中融和演出。読売新聞、httpwww。読売。 COJP, ワールド二千十五万千十一と一 t 五万十四 h t m l 二千十五年十月十二日閲覧。金正恩氏のミサイル発射を断念させた中国。デイリー NK、http コロンスラッシュスラッシュ DAILYNK.jp スラッシュアーカイブズスラッシュ五三四三一二零一五年十一月三日閲覧。リ雲山氏。 朝鮮の中国人民志願軍列車を忍ぶ。人民日報。http://japanese.china.org.cn/politics/txt/2015-10/12/ コンテント 36791959HTM2016 年9月4日閲覧。中国交換の 映像削除イコール関係平行未反映化、北朝鮮 TV、時事通信、http コロンスラッシュスラッシュ www.jiji.com スラッシュ jc スラッシュ zc、k イコール20万1601、2兆160億1百万百八1892016年1月11日、閲覧。ありがとうございます。